はいどうもこんばんは、マッピー会長です。ちょっと聞いてほしい話があります。私ね、スマッシュブラザーズの動画を撮ってたんですよ。久々にスマブラやって楽しかったなと思いつつ、よし動画編集に取り掛かるかと思って編集ソフト開いて映像データを取り込んでみたら壊れてました。ああ悲しいなと思いつつ、もうこんな夜中だしな、そうだオセロニアのクラスマッチ潜る動画でも撮るか、それでなんとか今日のノルマとしようと思ってクラスマッチに潜ろうとしたら、今ね7月11日の AM1 時15分メンテナンス中でございます。ああ八方下がりだ、もう何の動画を撮ればいいのだと思った時に、そうだパズドラをやろう。なんか最近パズドラの動画ずっと前に上げてた。私オセロニアの実況を始める前にパズドラの実況者としてね一時期活動していて、その動画にもうパズドラの実況やらないのかなっていう寂しそうなコメントをつけている方がいらっしゃってですね、そんなことを言うのであればやろうじゃないかなと思って開きました。でそしたらですね、ファイナルファンタジーコラボ来てるんですよ、復刻で。私ファイナルファンタジーコラボの時がっつりやってて、でこんなデッキが組めました。あー組めましたというか組んでて、そうだな何やろう、シェヘラーザードでも行こう、うん、これちょっとやったことないんで初見ということで、こんなデッキがありました。クラウドシステムでございます。こういうのねやってたんですよ昔で。最近のテンプレとか調べたらさ、全然知らないキャラクターが入っててね、このイルムとか最近使わないでしょうが、本当に最近のパズラわからないので、シェヘラーザード降臨というのもやったことがないということで、完全初見でまったりやろうかなと思います。うん、今日はパズラやろう。でもこれを機にねパズラ復帰してもいいかもしれないね。え、いきなり覚醒スキル、覚醒スキル無効、え、ちょっとバインドにか、あ覚醒スキル無効にした上でバインドって、お前、え、だってこれバインド耐性とかなかったっけ、ちょっとおいおい、とりあえず、あちょっと待った、スキルこれさ、もうクラウドのスキルしかほとんど使わないからさ、スキル確認これオフにしといて、興味ないね。うん、あ右端いいねいいね。とりあえずパズルしてよろしいですか、久々のパズルやります。はい、で 2way 組んだらいいんだけど、覚醒スキル無効だからこれ 2way 組む意味がないですよね。とりあえずでも癖で組んじゃいました。はい、しかしバイリザーのカラーズ、あミジキック、え、ちょ待って、一発に23,670ではは、はあ、え、嘘やろ、もう終わり、もう終わり、私のシェーラーザード攻略もう終わっちゃうの、え、嘘でしょ、これで終わっちゃうの、ちょっと待ってくださいよ、頑張ってパズルするからさ、お願いだからまだやりたい、頑張ったパズルの結果6コンボでした。ちょっと白芸降臨をやっていきましょう。操作時間4秒固定、問題ないでしょ、だってシステムだもの。さっきみたいに右端のスキルとか、うん、右端だったっけ、あんま覚えてないけど、右端のスキルとかがね、こうやって、ちょっと待って、なんかバツマーク見えたんだけど、あ、そうか、4秒固定だもんね。いや、いいさ、関係ない。だってもう、スキル、こいつしか使わないもの、ほとんどね。うん、こうやってもう右端から1個ずらすだけで 2way が完成するという、ほんとね、夢のようなデッキなんですね。で、どうしようかな。上で水ドロップ組もうか。こんな感じでいこうか。はい。よ。4秒固定。あー、4秒短い、重いのが4秒短い。キドロップまで組めなかったけど、しかしこれで、あでもあれか、光の耐性ついてる、あ強い、さっきのは事故だったんだよね、そういうことだよね。うん、あ優しい優しい、あ優しい、よし1個ずらすだけでコンボを確定するっていうね、ダブコン確定だぜ。さあ、難しい。4秒固定難しいよ。あでもおい豆腐みたいな体力してんな、その程度では止められないっていうことだな。はい、闇吸収、あこれ闇属性だけは絶対に組んじゃいけないからね、気をつけよ。これは 2way が2個組める、やっていこうか。ほい、こんな具合で1個ずらして、闇は組むなよ、 OK、 もうこんなんでいいんじゃないの、闇降るなよ、あ降っちゃった、まあ大丈夫、あ2個降っちゃった、いや大丈夫、言うて、ん1個ふうふうふうって、やっぱクラウドシステム今強いのか、なんかあれか、情報修正でも食らったか最近、うん、情報修正されたのでしょうか。最近のパズラ事情全くわからないので、詳しい方いらっしゃったら本当ねコメントよろしくお願いします。はい、おいこんなんでいいんじゃないでしょうか。闇のドロップ待ち、落ちかん、来なかった。でもこれもあれ、もしかしてこれ簡単なの、白芸降臨って簡単なの、4秒固定ってこれもしかして簡単だったりする。あでもなんかこれあれじゃない、イル6じゃない、あーいたなこんなやつ、懐かしい懐かしい、なんか
青春時代思い出します。はい、ちょっと待って、パズルがゴミ。あ、いや、これぐらい調整、ほらほらほら、こちらの言って根性を解き放つ、暴れ狂っちゃった、暴れ狂っちゃい、おおそういうこと。あ、でもこれね、ほら見て、え、嘘、ドロップロック解除なんかあったっけ、強化されたね、強くなったね、クラウド君、よかったね。こういう時はこうして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 こうすりゃええんやろ。はい、ほら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 、なんだかんださっきのクソパズルがうまくいった。え、ドロップするんだ、ありがとう。育てようかしら、悪魔タイプ100万以上のダメージ吸収10ターンの間、おいおいおい、100万以上なんてどんだけ、いや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 、これ吸収向こうとか あるんだっけ、全然知らない。あれが、あ、でもなんか風神雷神とかがいたような気がする、吸収向こうって。これ1コンボ、あ、あー繋いじゃった、あーあーあああ思わぬところで、いや、これもう10出た、割合ダメージ、ちょっと待って、あ、でもインドラとか使ったらよかったのか、これ使ったらねダメージ減るからさ。あー、待てよ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 、ちょっとスキル確認いいっすか、スキル、スキル確認いいっすか。インドラってさ、半減で味方以外が一旦溜まる。で、こっちは、あー、光ドロップっていうか、その、回復ドロップが欲しいのに。まあ、それは、とりあえずこれもインドラ使うか。インドラ使って、はいはいはい。とにかく回復つなぎまくるが、これ。コンボしまくって回復もつなぎまくろう。それしかない。とにかく回復優先、回復優先、回復優先、回復優先。で、ここでコンボ作って、オッケーオッケーオッケー。いや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 、6コンボ確定。はい。あー、6コンボじゃ無理か。いや、でも、あ、回復力高い。いいね。全然耐えられるんじゃないの？いける？もう見えないわよ。あー怖い。え、待ってよ。闇、水、光。あ、これ闇なんだ。じゃあ1個ずらすだけでいいね。ってことは、どうしようかな。ちょっと待ってよ。上にあれ作りたいんだけど、これは水か。はあ。ああ、どうやって組もうか。あれが闇だから、こういう感じで、これで落とし作って、これが水だから、あ、こんな感じでどうでしょうか、こんな感じでどうでしょうか、どんこな、あ、うまいんじゃない、うまいんじゃない、うまいんじゃない、さらに、オッケー、回復、あ、つながってる、よーし、あ、いやいや、全然、その程度問題ないわよ、その程度問題ない、回復すると、なんか次割合ダメージが来る予感するんだけど、さっきと同じように、右が闇ドロップか、これも消しちゃおうか、ちょっと見えないし、で、できれば、この回復ドロップは、うん、消さずにいておいてあげよう。あ、こういう戦術、どうでしょうか、見えない。あ、でもこれ形でわかると。いてえでも、なんか、昔のクラウドシステムに比べて最近のクラウドシステム強いですね。あ、これで水ドロップ落として作っときましょうか。はい。強いですね。回復力も高まってるような気がします。あ、待って、またその攻撃？懲りないわね。いてえやばい、急に痛い、急に痛い。ちょっと待って待って待って。これは、ヒドロップね。ヒドロップで、これがヒドロップが。うん、だったらそのまま組んじゃえば良さそうですね。はい、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 あー、でも、これ、ちょっと待って、耐えられる？あ、そのまま、そのまま、やめて、やめて、やめて、優しく。オッケー。よし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 。で、これは、ヒドロップ。うん。よしよしよし。まだボスにまで行ったいからな。ヒドロップ、ヒドロップね。ヒドロップ、ヒドロップだから、これ、キドロップと考えればいいのね。え、こういうことね。こういうことね。あ、待って、回復しないけど大丈夫かしら？落ち込む！君に落ち込む！ありがとう！よかった。これ回復しなかったらまずかったかもしれないね。さあ、あと3ターン耐えていこう。頑張って。あ、頑張って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 、31,473。これ回復ドロップ落ちてこなかったら完全に死んでいましたね。危ないね。どうしようかしら。こうして、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 こうすりゃええんやろ？こうすりゃええんやろ？こうすりゃええんやろ？これ、右上、キドロップになってるはず。あ、なんてなかったわ。あ、待って、待って、待って、26,150。やばい、やばい、やばい、死んじゃう。やめて、やめて、やめて。え、ちょっと。あれ？さっきまでいたじゃん。白芸降臨。いなくなってる。嘘だろう。え、なんでこんな急にいなくなったの？ 1 時24分。え、さっきまでいたよな、白芸降臨。え？今さ、俺の、プランとしてはさ、さっきのところまで戻って、でインドラのスキル使ってさ、という夢を見たのさっていう展開にしようと思ったのに、くっそ、でもなんか一個攻略しないと、もうこれは引っ込みつかないな、どうしようか。4月のクエスト上級者向け、お、同キャラ禁止、これはもうクラウド使うなって言ってるもんなんか、これはなしだな。で、ザッハーク降臨、落ち込んだし、これも難しそう。ゼローグ、これゼローグはね覚えてる。
ゼローグならクリアできる気がする。行こう。ゼローグの時俺やってた。あ、そっかそっか、そうそうそう、あ、懐かしい懐かしい、ドラゴンシート。俺こちらのこと、あの、正直当時あんまり好きじゃなかったです。なんか気持ち悪かったんで、はい。なんかね、虫みたいな見た目であんまり好きじゃなかったですね。はい、はいはいはい、はい、あ、しかも今回はちゃんと指の暴力を使えるじゃないが、よかった。こういうのでね、これこそパズドラや。オッケー。で、これあれでしょ、あの、1個クリアするごとにレベルがペペペペペって上がっていく。あー、素晴らしい、気持ちいいね。で、こうやってクラウドシステムを使っていくと、いやー楽しいな。毎ターンこうやってスキルが発動するっていう喜びですよね。いやー、ほんとシステムって最高やな。当時これを考えた人は本当に、うん、最高ですね。あの、本当ね、私高校生の時パズドラめちゃくちゃやってて、あの、人気パズドラープレイヤーのコスケさんにクソリプ送ってましたからね。それぐらいコスケさんのこと好きで、コスケ、お前は俺の希望の光だみたいなクソリップを送ってました。あの時はすいませんでした。まあ、こんな動画見てないでしょうが。とにかくね、うん、コンボさえ組めばこのゲーム勝てますから、うん、多分知らんけど、いや、そんな甘くないよね。すいませんでした。はい、はい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 、あ、これ分けとこ、うん、セパレート大丈夫。 OKOKOK。 よーし、よしよしよし、これ闇、あ、闇入っちゃった、大丈夫かしら、うまいこと避けて、うん、素晴らしい、よし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 。で、これは、俺は俺の現実を生きる。これ、要するにでもね、クラウドのスキルでいいんだよね。あ、なるほど。1個も加算されるんだ。おー、これは素晴らしいものを得たな。さあ、水を得た魚のように、このまま羽ばたいていこうじゃないか。うん、こんな感じで。あ、落としになってない。まあ、いいじゃない、いいじゃない。アルビダ程度これで、あ、しかも1個も加算されるから、実質さっきの落としはミスしたとしても、1コンボの加算があるからね、実質ミスじゃない。あれ待って、なんかスキル発動、システム崩壊してるじゃないか。ちょっとクラウド&フェンリル君、あ、君から使えばよかったのか。そういうことか、システムが崩壊してしまった。あー、どうしようかな。あ、でも上杉謙信ドラゴンでしょ。その程度問題ないわよ。大丈夫、うん、その程度ね。しかもなんだったらこれ光ドロップ、ね、全然余剰出てるぐらいだから全然問題ないですね。はい、この通り。 OKOKOK。 こんな感じでどうかしら、あ、こんな感じでどうかしら。ちょっと遊ばせてみましたよ。ドロップを、そう、うん、髪の毛を遊ばせるかのように遊ばせて、あー、素晴らしい、レベル49でも突破しちゃうんですね。さあ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 、システムよ、戻れ、これが俺のシステム。そして、次の行動が終わる頃には新たにシステムが復活しているという最高のデッキですね。うん、おいおい、完全に趣味動画だな。趣味動画だなこれ。上級者から見たらなんかパズル力的にもこの編成的にも低レベルってもんじゃないでしょうね。まあでもね、動画のネタというか、うん、ストックを貯めるためにもこういうことをやっていこう。いや、でもなんだかんだね、久々にパズラ開いたんですが、正直面白い。正直面白い、なんかハマりそう、また。うん、よかったらなんか今このキャラが当たりなんで、ゴトフェスの時にこいつ当ててください。てか、ゴトフェスっていう概念がまだあるのでしょうか。いや、あると思いたい。このキャラを当てた方がいいですよとか、そういうのあったらですね、よかったらコメントください。ガガガのパズラガチ勢の、パズラガチ勢の方がいらっしゃればですけどね。さっさっさっさ、もうすぐゼローグじゃないの。あ、こいつら知ってる、めちゃくちゃ硬いやつ、こいつら知ってる、めっちゃ硬いんだよ。これ突破できるかしら、ちょっと不安な気持ちが、めちゃくちゃ硬かった覚えがある。だったらもう本気のパズルを見せるほかない。あ、もう指の暴力でいく、指の暴力、はい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 、あ、こんな感じでどうかしら、こんな感じでどうかしら、 2way×2、 はいはい、せい、おしかん、頑張って君たち。あ、でも全然柔らかいわ。素晴らしいな。さあ、いつの間にか私のクラウドはレベルマックスになってるね。ああ、懐かしい、こいつなんだっけ、ヘビーメタルドラゴンだ、めちゃくちゃ懐かしい。高校の時ね、こいつさ、クソ難しくて、なんかエルモアメイジーさんがさ、めちゃくちゃパズル上手いあの人がなんか攻略してるの見てね、感動しましたね。で、なんかコメントしに行ってました。うん、高校の時、あ、つべ組んでないわよ、大丈夫かしら、エルモアさん上手すぎやろってコメントしました。そんな高校時代でした。さてさて、さあ戦いましょう。あー、システムの崩壊、6個もしないと地獄行き、嘘やろ。そっか、そんなステージやったか。でもすごいなんか、うん、コンボ組み合わせそうな場面ではあるね。6コンボでしょ、うん、落ちコンボ含めたら絶対いけるに決まってます。頑張ります。はい、行きます。はい、やっちゃいます。こういうのはね、もう勢いです、勢いでやっちゃいます。はい、勢いで、こんな感じで、適当に組んでいけば、ここで闇ドロップ組んじゃいますよ。ここで闇ドロップ組んで、ここで木ドロップを組んでいけば、いつの間にか6コンボ、はい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 、はい、完成してます。はい、6コンボ、そして落ち、あ、7コンボだったね。よしよしよし、落ちコンボ待って、9コンボ、 OKOK、 余剰が出るぐらいだぜ。さあ、なるほど、ではもう一度、そして先ほどのようにはいきません。え、1秒減っちゃった、さっきより難しいじゃないかよ。ちょっと待ってくれよ、どうしようかな。
今度はこっちから持ってこうしてここでキドロップの落としを作りたい。うん、あ、ここでここでこう、これでどうでしょうか、ゼローグ様、これでどうでしょうか。今月の三日締めでございます。はい、今月のしのぎです。どうでしょうか。はい、さて行きますよ。わあ、攻撃力2倍に上昇した。ちょっとこれは大丈夫でしょうか、不安です大丈夫でしょうか。いや大丈夫、まだゼローグさんってあれでしょ、成長途中でしょ。大丈夫成長途中のゼローグさんであればね、その程度ね問題ないと思います。はいはい、大丈夫欲張りかしら。欲張った結果割といい感じになりました。そしてここに回復ドロップが落ちてくれてね、うん、その先まで見えてた。私その先まで見えてました。これなんだったら貫通しちゃうんですね。 OK やりますね。本気でいきましょう。ガグラこんにちは、続けるぞ懐かしい。え、でもこれあれでしょ、どうせ、あ、王の覇気をまとった。いや、そんな覇気、え、75%、ことは 75% カットっていうことだよね。どっち、 75% にする、 75% でシールド貼ってるから、え、これサディエルと同じって見ていいの。 25% カットってわけじゃないね。だから 75% カットだからサディエルとは違う表記なんだね。でもね、なんか私ロマン法を追い求めちゃいます。こういうのね、こういうのやっといて、しかもなんだったらインドラのスキル使っとけば大丈夫でしょう。はい、これで防御力上がりましたから、でできれば 2way を多く組みたいということですね。 2way 組めるかしら、そんなに多く難しそうですね。なんか 2way をうまく組む配置みたいなのもね、昔研究してたんだけどな。あ、わかんないもう、あ、もうやべえ、もうわかんない、もうわかんない。あ、こんな感じ、あ、全然、あ、せめて列組んだ、組もうとしたら 2way が崩れてしまう。あ、でも 2way2 個組むんだから、なんだかだ、なんとかなるんじゃないのこれで。え、ゼログこんな簡単なの、うわわわわわあれ、ゼログってこんな簡単だっけ。え、おいインフレが始まったのか、パズラの。うわやったぜ。うん、なんかさっきの白芸とかさ、なんだっけ、シェヘラザードの方が全然難しかったな。なんだったらシェヘラザードとかもこれなくなってるからね。私はどの時間軸に生きているんだということで、まあなんか気分がいいのでファイナルファンタジーコラボでも適当に引いときましょう。なんかいつの間にかログインしたらさ、こうやって、星のか、あ、違う、魔法石が100個超えてたんでね、好きなキャラクターが出るまで回しちゃいましょう。うん、ということで最後はもう、はい、とにかくガチャ回します。あ、でもあれか、ゴッドフェスとかでこのキャラ当てた方がいいですよとかさ、そういうのコメントで募集しといて、こんなガチャを引いていいのでしょうか。俺こいつ知らない、誰、プロンプト、あ、これあれじゃん、これあれじゃん、あのファイナルファンタジーのさ、なんだっけ、15のキャラでしょ。嘘でしょ、なんかダイヤ出ないね。ちょっとダイヤ出るまで引かせてもらっていい、せめてね、ね、なんかエアリスとかも出るんでしょ。私エアリス持ってないもん、欲しい。その辺ノクティスとかを持ってたかどうかがちょっと怪しいですね。あ、ノクティスは持ってたような気がするな。これだって最高星6だもんね。ダイヤ出しましょう。あ、でもセシルとか持ってない。よーし、へいらっしゃい。あれいやー、もうクラウドくんはね、システム完成してるんじゃよ。あ、でもね、クラウドくん、これあれか、あのなんかドット絵のバージョンもあるから、こいつやばいな。あ、レベル差で出てるのか。でも進化前とはいえこのステータスやばいね。めちゃくちゃ高くない、そうでもないのか。いやでもドット絵のクラウド君を進化で使えば、進化させて使えばいいのか。うん、じゃあ気前よ、なんか気分がいいので今日はこの辺で終わります。ゴッドフェスでこのキャラが当たりっていうコメント待ってます。パズラガチ勢の方、どうかこのマッピー会長をまた新たにパズラの熱を再燃させるかのように、どうかビシバシとしごいてやってください。では今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。